の鈴木でございます。今日は千葉ユナイテッド FC の本開幕戦、このようにたくさんの方々応援をお聞きいただきましてありがとうございます。そして藤枝前 FC の選手、関係者、そしてサポーターの皆さん、遠路はるばる千葉においでいただきまして心より歓迎をいたします。千葉ユナイテッド J2 参入2年目の今年、上位進出大いに期待されるところでありまして、本日の開幕戦ぜひですね頑張っていただき、スタートダッシュに弾みをつけていただきたいと思います。福島県も県民こぞって応援していきたいと思っております。本日は両チームの選手の皆さん、力いっぱい悔いのない試合をお願いしたいと思います。それでは皆さん頑張ってください。ありがとうございました。続きまして小林福島市長お願いいたします。こんにちは、福島市長の小林さんでございます。明治安田生命 JSB リーグ2015年シーズンの開幕戦にあたりましてご挨拶申し上げます。多くのサポーター、サッカーファンの皆様が心待ちにしていました J3 リーグ2年目のシーズンが本日この晴天のもと開幕を迎えましたと心からお祝いを申し上げます。また藤枝前 FC の選手をはじめ関係者の皆様、そしてサポーターの皆さん、ようこそ慰霊と果物の里福島市にお越しくださいました。福島市民を代表しまして心から歓迎を申し上げます。そして実は私は静岡県焼津市に1年ほど住んだことがございまして、藤枝市はとても馴染みの土地でございます。そして福島 FC のサポーターの皆さん、本日は大変ヘッドの皆さん方をお越しいただきまして本当にありがとうございます。皆さんと一緒にこのホームスタジアムであるトースターで開幕戦を迎えることができましたことは、サッカー少年だった私にとりましては大変嬉しいことでございます。現在としましてはさまざまな施策の展開と将来展望を見据えた挑戦によりまして、みんなが誇る伝統島の実現に向けて震災開幕を成し遂げると同時に未来を開く町づくりを進めているところでございます。そうした中で福島ユナイテッド FC では今年のチームスローガンにリンクを掲げられましたが、しかしといたしましてもその言葉通り市民と福島ユナイテッド FC とのつながりや絆が一層深まりを、そしてまたクラブがステップアップしていくため支援を続けてまいりたいと考えております。福島ユナイテッド FC とともに全国に向けて福島の元気を発信してまいりますので、チーム関係者の皆様にはぜひともリーグ戦での上位進出を目指してぜひとも頑張っていただきたいと思います。福島ユナイテッド FC 並びに藤枝前 FC の両チームの皆さん方、オフの間の厳しい練習成功をいかんなく隠され魅力あふれるプレーの展開と勝利をつかみ取ろうとする熱い魂によって記憶に残る開幕戦とされると心からご期待申し上げまして、私の挨拶をさせていただきます。皆さんぜひとも頑張ってください。福島県鈴木正明副知事、並びに福島市小林薫市長でした。ありがとうございました。